あの転校生さん、今お話ししても大丈夫ですか？実は夏美ちゃんが報道部の取材で同人誌即売会に行くことになって、せっかくだからみんなで見学に行ってみようって話になったんです。よかったら転校生さんも一緒に行きませんか？転校生さんも興味あったんですね。じゃあぜひ行きましょう。ところで同人誌即売会ってどんなところなんでしょうか？私実はよく知らなくて。自分たちで作った同人誌を売るところというのはわかるんですけど、なんでも夏と冬年2回しかないそうです。夏美ちゃんが最近の即売会はとにかくすごいんだって力説してました。有名な歌手や作家の方も出展しているそうですよ。それとコスプレが即売会の花だって言ってました。せっかくだからコスプレしようって誘われちゃって、夏美ちゃんが写真を撮ってくれるそうです。でも何を着たらいいのか全然わからなくて。その転校生さんはどんなコスプレ衣装がいいと思いますか？わかりました。じゃあそれは着ます。ううん、いいんです。誰かが喜んでくれる方が嬉しいですから。ちょっと恥ずかしいけど頑張ります。こんな格好恥ずかしいな。スカート短いし、魔法使いの衣装ってこんなだったっけ？でもももちゃんがわざわざ仕入れてくれたんだし間違いないよね。よし、じゃあ行きます。人が並んでましたね。なんでも欲しい本を買うために夜明けとともに並ぶんだとか。夏美ちゃんがくれたチケットがなかったら大変なことになってましたね。ところでこの格好どうですか？アニメの魔法少女の格好って転校生さんの意見を取り入れたんですよ。デバイスで調べてみたんですが、いつも私たちが着ている服と全然違うんですね。それでももちゃんにお願いして服を仕入れてもらったんですけど、ちょっとスカートが短い気がします。それにフリルも多くて落ち着きません。私変じゃないでしょうか？ちゃんと魔法少女っぽく見えますか？よかった。この格好転校生さんに一番に見せたかったんです。制服じゃない私の姿も見てほしくて。お、夏美ちゃんだ。取材終わったのかな？夏美ちゃんがあっちで記念写真撮ってくれるそうですよ。転校生さんも一緒に写りましょう。